さんこんにちは、武井宏奈です。スタイリストの大山俊です。ということで今日はですね、はい、女子受け最強のコートを探せということで、うん、コートについてのお話をしていきたいと思います。はいはい、これも男性目線ではなくて、はい、女性目線でどんなコートがまあいいのかっていうのは多分皆さんもねきっと気になるところだと思うので、うんうん、今回は武井宏奈さんですね、はい、世の中にたくさんあるコートの中からこの3つはいいと思うものですね責任重大、重大ですね、世の女性の代弁という形でね、はい、していただければなと思ってるんですけども。わかりました、まあね、はい、今コートを実際皆さんもう着ている方も多いでしょうし、はい、そうですね、まあ、今年新しく買おうかななんて上からって方もまだいるかもしれないので ね、 ですね、はいはい、ということで3つですね、選んで持ってきました、はい、事前にお願いして持ってきていただいたという感じですね、はい、じゃあ、はい、じゃあ早速行ってよろしいですか。そうですね、この真ん中にまたいつものごとく写真が出ますので、はい、はい、お願いします。一発目は、はい、じゃんってことですね。一発目はユナイテッドアローズグリーンレーベルのチェスターコートです、はい、なるほど、ちょっと見させてください、はい、こちらです。はい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 、まあ、これ色はネイビーですか。そうですね、これ色ネイビーになります。ネイビーのチェスターコートで、これはちょっとサイズ感がややゆったり。その通りなんです、これ実際実はですね、私店頭で見まして、はい、とてもいいなと思って、はい、着用しているところを見て、ぜひ皆さんにお勧めしたいと思って今日持ってきたんですけれども、こうやっぱりちょっとサイズ感がゆったりめ、はい、今っぽいなんですよ。そう、かなり今っぽい形、はい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 、なんですが、こうゆったりしすぎないで、うんうん、こうさらっと着れる、うん、こうなんか絶妙なサイズ感っていうんですか、うん、なんかビッグシルエットすぎないってところですよね。そうなんですよ、はい、ビジネスっぽい超タイトって感じでもないし、うんうんうん、ちょっと今の時代の雰囲気を取り込みながらもやりすぎてないって感じ、そうなんです。そうですよね、グリーンレーベル行った時に、はい、これとあともう一つありますね、チェスターコート2つタイプが私が行った時はあったんですけれども、うん、1つはもうちょっとこうタイト気味な感じで、はいはい、どちらかというと今シュンさんがおっしゃってたようなビジネスライクなイメージのものだったんですが、はい、こっちのチェスターコートはやっぱりゆったりしているので、うん、私服に合わせるとすごいそうですね、いいなっていう、はい、のところがわかります。これね、あの僕のスタイリングでも何回か使いましたもん。あ、そうですか。そうこういうシルエットのチェスターって意外と探してもたくさんはないんですよ。そうなんですよね、はい、ユニクロもややゆったりですけど、うん、それよりももう少しゆったりですよね、はいはい、おっしゃる通りです、うん、でもやりすぎてないので、うん、絶妙なバランスですね、はい、でこの胴体のところがちょっと丸みがあって膨らんで、うんうん、裾にかけて少し若干絞られているようなシルエットになってますよね、はい、あれそうですね、なんていうでしょう、全体的にこういう縦長の丸みたいなこのシルエットになるので、はいはい、こうなんか男性の優しさとか柔らかい部分をこう視覚的に出してくれるようなこう優しいコートっていう感じがいいなっていう、なるほど、カチッとしすぎてないっていうところが女性から見て、はいはいはい、あちょっと安心するなっていうところがあるんですね。女性的にはそういう部分が素敵だなと思って選んだ一つです。チェスターコートっていうもの自体が本来硬いものなので、はい、そこにちょっと柔らかさがあるところがキュンとくるとかね。そうなんです。あなるほど次いきます、はい、次はですね、ダフルコート、おこちらですね、ダフルコートです。ダフルコート、おお、なんかまた意外性があるものを出してきましたね。ね、これは何で選んだかというと、はい、あのダフルコートはちょっと学生な感じだったりとか、ちょっと可愛すぎて男性が着るのはどうなのと思っている方も多いんじゃないかなと思いまして、あえて選んでみました。はいはいはい、まあ、この動画を見ている中心の方は多分30代、40代、はい、まあ、それ以降の方もいらっしゃると思うんですけれども、意外とその年代の方でもダフルコートって、うん、着れるじゃないかなと、うん、意外とおすすめしたいアイテムだなと思って、うんうんうん、今日持ってきたんですが、旬さん的にはこのあたりいかがでしょうか。やっぱり一般的なイメージは学生の、うん、そうですよね、はい、頃に来たみたいなイメージが30代40代あるんですけど、でもおしゃれ上級者は意外とダフル着てますよね。うん、そうなんですよね、紺、うん、色とか、まあ、今回お見せしたのはグレーですけれども、ね、ベーシックなカラーでね、はい、まあ、黒、紺、うんうん、ベージュもありますか。ベージュもありますけど、まあまあその濃い色にしといた方が安心は安心ですね。すね、じゃあグレーですかね。そうするとこの3色あたり、うんうん、だったらまあ、はいはい、
着方次第ですよね、ちょっとこう中にニット入れてもらったりとか、そうですね、きれいめなアイテムと合わせながらだったら意外と使えると思いますね、うんうん、そう、おしゃれだなと思う方って意外とコート、ダフルコート着てる方が多くて、さっきのチェスターコートとダフルコートって比べてみると、うん、どっちかというとカジュアル気味ではないんですけど、ちょっと着崩してるような感じというか、ダフルの方が完全に感じるんですよね、フードもついてますからね、で、そのなんていうんですかね、着崩してる感じというか、うんうん、そこに可愛らしいアイテムを入れているっていうことが女性としてはなんか素敵だなって、女性ってやっぱり可愛いみたいなテーマ、そうなんですよね、おっしゃる方多いですよね、そうなんですよね、はいはい、可愛いって言われる男性の方すごく嫌だっていう方も多いと思うんですが、褒め言葉ですか？そうなんですよ、女性は最上級の褒め言葉は可愛いなので、なるほど、なんかちょっと難しいですよね、難しい、そう、はい、褒められてるって思って、本当に褒められてるのちょっとディスられてる感じだね褒められてるって思って間違いないと思います。あ、そうですか、はい、はいはい、まあ、ダッフルコートでも着丈の短いやつと長いやつがあるんですけど、うん、ね、短いやつだとカジュアルになりすぎちゃうので、うん、やめた方がいいかなと思って、はいはい、まあ、こういった長さもあるものがいいかなと思います。うん、今期はユニクロ U とかでもこのダッフルやってて、結構良かったので、それも丈割り丈長いです、ちょっとビッグシルエット気味でしたけど、そういったものを入れるっていうのもね、旬な着こなしなので、そうですね、いいかなと思いますけどね、本当ユニクロのコートは優秀ですよね。まあまあそうですね、同じ価格帯でブランド比べてみると、やっぱりユニクロ着やすさとデザイン性両方こう兼ね備えている手頃なものっていう感じで、そうですね、どうしてもユニクロ押したくなっちゃうんですよね。価格帯ではもう勝ち目はないですね。ですよね、1.5 倍にしてもなかなか勝ち目がないぐらいかなと思うので、うんうん、まあ、うまく活用するのがね、いいかなと思いますけどね。その良さって意外とこう着比べてみて分かるところがあると思うんですよ ね、うんうん、なので、まあちょっと大変かもしれないですけれども、はい、そのなんか商業施設とか行ってね、1店舗ずつコート試着だけでも全然いいと思うので、あの着てみると嬉しいよね、ぴったりな1枚が見つかるんじゃないかと思います、まあ、そうだと思いますね。で、最後はですね、ダウンです。おお、まあ、定番ですね、はいはい、こちらですね。そうなんです、はい、なんでこれを選んだかと言いますと、あのここ最近ですね、数名の男性、3名ぐらいかの男性に、あの女性ってスポーツミックス嫌いなんだよねっていうふうに何すかそれ言われることが結構ありまして、おうおう、なんでかなって私はなんでかなと思ってあの、いや好きですよっていうふうに言ったんですが、うんうん、まあ、どちらかというとダウンも、はい、あのスポーツミックスとスポーティーな感じの色に、ね、入るかなと思って、うん、あえてこうダウンは大丈夫ですよっていうので選んでみたんですが、あ、まあまあ、そのスポーティー、なんだろう、全身スポーティーな感じ、うんうん、それはやっぱり女性好きじゃないですよね。そうですね、パパみたいに本当にこう今すぐサッカーできそうな感じそういうのは嫌いだよねって言ってるんじゃないですか。あ、そうですかね。でもその方たちは一応こうなんていうスポーツミックスの服装をされてる方だったので、はい、そうなんですね。そうなんです、全然大丈夫ですよっていうふうに言ったんですが、もしかしたら他の女性からね、スポーツミックス女性は好きじゃないよって言われたのかもしれないですね。なるほど、私は結構好き、結構好きって女性多いですけどね、気がしますけどね、うんうん、ダウンってこうなんて言うんでしょう、着膨れしちゃうような、あ、まあ、イメージというかがあると思うんですが、意外と最近のダウンって、はい、シュッとしてますよ、シュッとしてますよね、そう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 、あったかい上にシルエットも綺麗っていう、うん、そうですね、なんかかつてはダウンイコールやっぱもっさりとした感じ、うん、もう太って見えるみたいな、あのミシュランのキャラクターみたいなもうこんな感じ、ムキムキですね、そうそうそう、そのイメージが強かったんですけど、だからダウン嫌いっていう人多いですけど、そうですね、そんなこと全然ないんですよね、うん、もう最新のユニクロだとか、ね、セレクトショップのオリジナルは本当に見形綺麗だし、うん、はい、まあね、10万円以上のものなんかもちろんそうなんですけど、うん、そういうところから学びながら安いものもできてるから、うんうん、全然いいですよね、ね、ほんとほんと、なんかあと生地が昔のダウンって、うん、なんていうんですかね、ツルツルした、はい、テカテカした、テカテカしたダウン多くなかったですか、うん、あれ安っぽい感じしましたよね、うんうん、まあ、今もたまに見ますけれど、はいはいはい、でもやっぱりちょっとちゃんとしたブランドというか、うん、3万円以上、5万円ぐらいの価格帯ぐらいになってくると、うん、やっぱりシルエットも良くて生地感も良くて、うん、そうですね、合わせやすいっていう機能性もあってっていうものが増えてくるような気がしますね。で、このダウンの良さっていうのはどのあたりなんでしょうかね。まあ、このダウンの良さは、まあ、スッキリしているっていうのももちろんありますし、うん、あと丈がその短すぎず長すぎず、はい、すごくちょうどいいなっていうところと、うん、あとこの首元の、はい、
なんて言うんでしょう、こう高さが、うん、あのこうフードとつながっているところのデザイン性がすごい素敵だなと思って、うん、なるほど、ちょっと高さがあるんですね。そうですね、はいはい、高さがある、開けた時のこの広がりが美しいという感じですね、はい、そんな感じで、まあ、生地感もね、こう変なテカリもないし、はい、上品な感じしますもんね、うん、そんな感じでこれを選んでみました、はいはいはい、最近セレクトショップのオリジナルのダウンがめちゃくちゃ良くて、結構各社で全然雰囲気が違うんですけど、まあ、僕がよくおすすめするのがまだあのユニバースであったり、アーバンリサーチ、はい、あとビューティー&ユースも良くて、はい、で先ほど紹介してもらったジャーナルスタンダードもいいので、これはやっぱり人それぞれどれがカシッてくるか分かんないの で、うん、あ、そうですね、実際に来てもらってどれがしっくりくるかを見てもらうと一番いいかなと思うので、これもすごくいいですね。ね、本当にそう思います。じゃあまとめると、女性武井宏奈さんが選ぶアウターというのは、一つ目が、1つ目がチェスターコート、なるほど、ちょっと緩めのサイズ感で今っぽさを入れるってところがポイント、はい、で2つ目がダフルコートです、うんうんうん、なんかねちょっとこう大人の私の可愛らしさが出るってところで、こういったものもありかなと、まあ、きれいめのアイテムと合わせながら取り入れるのもいいかなというところで、あと3つ目が、はい、ダウンです。ダウン、はい、ダウンはやっぱ素材感ですね。そうですね、はい、そこを間違えなければきっといいものが選べる、そうですね、まあ、ユニクロのものいいけども、ちょっと背伸びをして、うん、セレクトショップのオリジナルあたりだと、うん、結構3年着ても満足度が高いかなというところですかね、うんうん、はい、そうですね、はい、勉強になりました。とんでもございませんぜひあのご自身のぴったりな1枚を見つける参考にしていただければ嬉しいです、はいはい、もしファッションについてもっと学びたいという方いらっしゃいましたら、うん、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、あ、それと武井宏奈さんもね、はい、ご自身の番組やってますからね、はい、YouTube の番組ありがとうございます。先日500名チャンネル登録者、はい、500です。おめでとうございます。素晴らしいですね。でもここのね、あの見ていただいている方も結構登録してくださってるみたいで、本当ありがたいですね。本当にありがたいです、うん、もうすいません、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ僕の動画から武井宏奈さんの動画の方も勉強していただけると、ね、男性のすごく参考になるものがたくさんあると思うので、ぜひぜひそちらも楽しみに、はい、よろしくお願いします。ということで次回もお楽しみに、はい。